今日の県内は北部と西部を中心に昼過ぎにかけて一時的に雨足が強まりました。日田市と中津市、玖珠町には現在も大雨警報が発表されていて、日田市の一部には避難指示が発令されています。同じく大雨の被害に遭った中津市耶馬渓町では、また今日大雨警報が出てましたけどね、いやもうどうしようもならないです。自然にも勝てないですね、はい。県内は明日も昼過ぎから夕方にかけて北部と西部を中心に雷を伴った激しい雨が降る見込みで、気象台では土砂災害に警戒するよう呼びかけています。